上の鍛冶屋に着いたぜ。おお、久しぶりじゃな。もちろんだ、話してみろ。ほう、そんなことが聞きたいとはな。まあいい、知りたいならもう少し詳しく話してやろう。かつて稲妻に名を馳せた雷電五華殿、それはこの五つじゃった。雨の間、仏、一心、百目、千寿。この五つの鍛造技術はもともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。それは多くの優秀な職人たちによってより優れたものへと磨き上げられた。しかしその後、これら刀鍛冶の家系は次第に没落していった。現在も受け継がれているのは我々雨の間ただ一つのみじゃ。じゃが幸いにも近頃、楓原和葉が稲妻に戻り、一心殿の技術を受け継いだ。これにより五華殿もまだ二つは残っているということになる。わしの記憶が正しければ、彼が刀を打った時、お前もその場におったはずじゃが。そう言われたらオイラも思い出したぜ。確かにそんなことあったな。あの時は雷電五華殿が没落したことを聞いてすごく悲しかった記憶があるぞ。はあ、それがまた悲しい話なんだ。本来はわしなんぞが知る由もないことじゃが、それぞれの家系が衰退する話を長年聞いてきて、理由さえ知らぬのはどうかと思ってな。気になって楓原和葉に聞いたのだ。彼は同じ雷電五華殿の末裔として、わしには知る権利があると言った。まあお前に伝えても構わんじゃろう。ただ聞いて嬉しくなるような話でもないがな。雷電五華殿は猿刀工の末裔に報復されたんじゃ。その者は狂ったように殺しを行ったとされている。報復？どうしてだ？伝説によると、400年以上も前、タタラ砂の炉心で事故が起こったらしい。現場にいたとある刀工が他の者を助けるため、危険を顧みず炉心の中へ飛び込んでいったと。タタラ砂の鍛造精錬技術は優秀なものじゃった。当時タタラ砂を管理していた造兵士の神は庭という名字のもので、楓原と隕石の関係にあった。造兵士の神の庭様もその刀工と一緒に炉の中へと飛び込んだそうな。後に炉心は安定したようじゃが、その時には二人はもう。刀工の一族は没落し、その者の息子は誰も面倒を見てくれぬ孤児となって、毎日を憎しみの中で生きるようになった。彼はこのことを稲妻全体のせいにした。父の死について無関心な将軍様を恨み、父を救ってくれなかった全てのものを憎んだんじゃ。じゃが無力な彼はその恨みを子孫に継がせることしかできなかった。こうしてその一族は代々恨みを背負い、苦しみの中を生きた。物語はここで終わらない。100年前、
一族の当時の当主は現状にひどく不満を感じておった。じゃがそれを好転させる力もなかった。やがて彼は怒りを晴らすために極めて過激な決断をした。雷電五華殿に復讐し、稲妻の鍛造事業の根幹を揺るがそうとしたのだ。その者は百目一族の出でありながら、自らの一族の職人まで殺めてしまった。百年ほど前、全ての攻撃を主導したのが彼じゃった。じゃが楓原家と上里家の末裔や刀工と対峙した折、そばに居合わせた者がおったことで、彼は猛烈な反撃に遭い、その場で死したとされておる。そのおかげで楓原が代表する一神流も壊滅を免れた。不幸中の幸いと言えるじゃろう。聞いておきたいことはあるか？楓原和葉か。ちょうど昨日ここに来ておったぞ。世間話などして茶を飲んだ。様子を見るに元気そうじゃったな。気にするな。その表情だとまた他の場所に行くんだよな。イヒヒ。オイラって結構顔色を見るのがうまいだろ。じゃあ次の場所に出発だ。オイラはどこまでもお前の後についていくぜ。サンゴ所長にお申し付けください。私は着いたぞ。シャブ行夫だ。それで旅人、久しぶりだな。もし奉行様とお嬢様を探してるのなら、あいにく今は府中にいないんだ。公務に行ってるのか？ああ、奉行様は公務に行っている。お嬢様の方は奉行様の名代で会議に出席しているんだ。急用があるならここで少し休んで待つといい。どうするんだ？中に入るか？他の人だったら当然ダメだが、君は奉行様やお嬢様とも親しい仲にあるからな、問題はない。ありがとな。じゃあ中に入るぜ。おや、そのように私を見てどうしたんです？何か聞きたいことでも？いいですよ。お嬢様から聞いたことがあるので、あなたがあの旅人さんであることは知っていますよ。何を聞きたいのですか？あなたのおかげでお二人とも元気ですよ。お嬢様は近頃さまざまな会議に出席しています。時には奉行様を手伝って民間の組合にも顔を出していらっしゃるんですよ。奉行様の方はというと、あなたもご存知の通り、相変わらずとても忙しくなさっております。ただ最近はご気分が良さそうでしたね。聞いた感じ、普段と変わらないってことか？ええ。どうだ、他に聞きたいことはあるか？どういたしまして。
あなたがとても忙しいと伺っていなければ、奉行府によく来るよう、お誘いしていたところですよ。実のところ、お嬢様からよくあなたのことを伺うんですよ。あなたのようなお友達ができたことをとても嬉しく思っていらっしゃるようです。それに、あなたがあらゆる面で素晴らしく、尊敬できる方であるともおっしゃっていました。私もあなたが稲妻に来られてから様々なことが良い方向へと向かっているような気がします。もしかしたら貴人や縁あるお方というのはあなたのような方のことなのかもしれませんね。どれも心の底から思っていることですよ。普段奉行様がお食事をなさるときはいつも東馬様がおそばに付き添っていらっしゃるんです。その横でお二方のたわいのない話を聞くことが私が最も安らぎを感じるひとときなんですよ。公務によってはやむなく外でお食事をされる時もあります。ただ奉行様は機会があれば府内へお戻りになられてお食事をされる方が好きなんです。奉行様が言うには東馬様の料理の腕はおよその料理人よりも秀でているとのことです奉行様はいつも家を思ってくださっているのですよ。ご存じないかもしれませんが、お二方はあなたのこともお話しされます。まるでとても長い付き合いで何でも話せるご友人についてのことのように語られるんですよ。お嬢様もたまにご一緒されることがあります。近頃何度か会った一家団らんのひとときにはいつも趣のある人や見聞についての話がありました。その中にはやはりどれもあなたがいたのです。先代奉行様と奥様が亡くなられてから上里家もこれだけの年月を歩んできたのですね。ばあやの私は奉行様とお嬢様の成長を見守ってきました。彼らの身分であなたのような趣のあって頼りになるご友人ができるなんて本当に良いことです。もしお時間がありましたらいつでも奉行府へ遊びに来てください。ぶしつけですがばあやからのお願いだとでも思ってくださいな。それは良かったですありがとうございます。ひひ、オイラここに来るのが好きだぜ。それにおばあさんも言ってたけど、シャブ行夫の料理ってすごいんだってな。うん、オイラも食べたくなってきたぜ。今度ご飯を食べに、じゃなくて遊びに来ようぜ。ご飯の時間の時にな。もちろんいいですとも。歓迎いたしますよ。じゃあオイラたちはこの辺で失礼するぜ。でも、もうこれからどこに行けばいいんだ。うん、わかったぜ。じゃあな、おばあさん、見送りはしなくてもいいからな。ええ、わかりました。また今度お会いしましょう。二人とも、もう行くのか？おう、用事が済んだからな。心配しなくていいぞ。そうか。君たちの旅が順調であるよう祈るよ。さようなら。それとも人探し？おや？旅人にパイモン？
クザビエ？どうしてここにいるんだ？この近くで用事があってね。それに二人こそどうしてここへ？聞きたいことがあるんだ。もちろん、俺はここ一帯の路線を研究したことがある。何が聞きたいんだ？遠慮せず聞いてくれ。当然さ、俺はこの近くを数えきれないほど歩いてきたからな。それに他の場所でも、かつてタタラスナに住んでいた人の子孫に会ったことがある。彼らの口から語られるのは、どれも全て真実の歴史さ。急にそう言われてもな、二言三言で説明しきれるもんじゃないんだぞ。知ってるだろ、タタラスナは歴史深い場所なんだ。俺の知る限り、タタラスナは鍛造精錬業の中心地区の一つとして、数千年にも及ぶ歴史を持ってるんだ。ただ炉心には2回ほど問題が発生していてな。2回？どの2回だ？ここ数年の1回、何百年か前にもう1回だ。そういえば稲妻の人に聞いたんだが、タタラスナでは以前にもフォンテーヌの職人が来たことがあるらしいな。どうやらこの2国の技術交流も歴史が深いものなのかもな。聞けばそのフォンテーヌの職人というのも、当時のタタラスナの重要な客人だったようだ。なあ、タタラスナに来て聞きたかったこと、グザビエに聞いてみたらどうだ？おお、二人は歴史を研究しているんだな。そうなんだよ。こいつ、今日はどうしたのか知らないけど、ずっと歴史について聞き回ってるんだ。あ？急に歴史について興味を持ち始めたのか？いいぞ、話してみろ。歌舞伎物？ふん、聞いたことはないな。その言葉が稲妻では一般的に、得意な行動をとるとか、ユニークな服装をする人とかを指すのは知っている。俺もこの言葉にふさわしい人に会ってみたいとは思っていたが、残念ながらそのような人に会ったことはないし、タタラスナに関係のある話でそのような噂を聞いたこともない。なーに、どうってことないさ。もう行くのか？それじゃあな、グザビエ。おう、気にするな。役に立ててよかったよ。じゃあな。どうやら知りたかったことは聞けたみたいだな。おう。でもお前、今日は本当にどうしたんだ？なんか悩んでるみたいだけど。元気出せよな。何があってもオイラがそばにいるぜ。遠慮するなって、オイラたちの仲だろ。じゃあナヒーダに会いに行こうぜ。